こんにちは、飼い主です。今日はね、ロボちゃんのケージ掃除したいと思います。あれに荒れたね、ロボちゃんのケージなんですけど、最近はね、どうなんだろう、最近ってかいつもだけど、夜にしか顔見せないんでね、全然どうなってんのか正直わかんないんですけど、一週間に一度ぐらい掃除するんでね、その時にチェックしたりしてますけどね。あと、この家のね、なんだっけこれ、テラコッタのやつ、モンちゃんのやつのね、ロボちゃんのやつにしましたね。家がね、どうしても動いちゃうんで、重しがてら乗っけてますね。そしたらね、夜ですけど、こっから登って、こっから抜けてっていうのをね、繰り返してますね。で、ランニングソースは出してっていうのをやってますけど、まあ今日はね、そんな感じで掃除したいと思います。出てきましたね。さすがに気配察知したようです。じゃあね、掃除したいと思います。ロボちゃんは危険なんで先に確保しちゃいますね。難しいけど、このまま入れちゃおうかな。出てこんな感じで、やばい、逃げられた。何やってんの。難しいな。もうちょっと待ってもらいますね。ここでこんな感じで、せっかくなんでね、見ますか。でかくなりましたね。最初の2倍ぐらいはなってますね、多分。で、あと最近はやっぱり毛のボソボソ感、パサパサ感が気になりますね。高い砂使ったらいい感じになるみたいですけど、難しいな。家とか作んない方がいいのかなって最近思いますね。まあ、床材の中を寝床にした方が体の汚れが落ちそうですよね。床材と擦れて。でもどうなんだろうなーって最近は思ってます。だから家を撤去するか迷ってますね。それか、ケージ自体をワンサイズ小さくして、床材を厚めに引く。同じ量でも相対的に厚くなるんでね。どうなる？そうしよっかなー。実はもう一つちっちゃいあれがあるんですよ、衣装ケージが。そっちに移してもいいんですけどね。悩むな。どうしよっかな。でも小さくするとかわいそうか。もうちょっと悩みますね。だから今日は、とりあえずこのケージのまま行きます。これ、僕が綿入れたんじゃないんですよ。これね、勝手に寝床にしちゃってるんですよね。綿運んで餌も溜め込んで。よっぽどこれが好きなんですね。この空間というか、この砂が好きっぽいですね。なんとなくそんな気します。残り物とか、綿とかね、運んでるみたいですね。その瞬間は見れなかったですけど、夜な夜なね、やってるっぽいんですよ。いつかね、その姿見たいですね。うわ、めっちゃ溜めてる。とりあえず家見てみようか。なんかもっちゃんとやっぱりちょっと巣の作り方が違う気がするけど、あ、やっぱ空洞とかちゃんと作ってるんですね。こういう感じ。ここに住んでるみたいです。あれすごいな。もっちゃんはあんまり餌あげてないんですよ、ダイエット中だから。でもロボちゃんはね、まだ若いからね、たくさん餌あげてるんですけど、やっぱ貯蔵量がすごいですね。前ね、モンちゃんが溜め込んだ動画出したんですけど、それぐらい溜まってますね。やば。ほら。なんかちょっとかじってわして、かじってわしてって感じ。かじりかけのやつがいっぱいありますね。パセリとかそういった類に見える。
やっぱりね、一回り小さいやつ試してみたいと思います。これでね、ちょっとダメだったらまた大きくしますね。でもなんだかんだ言ってこのくらいのサイズがちょうどいいのかな。これ45-30ぐらいありますね。これで家を設置しないで床材を潜ってもらうと。でもこれはなんか入れたいんで、これがお家になっちゃいそうだけど、まあいいか。ここにご飯置いてもらって、あとで水はセットしておきますね。いけ。怖いかな。なかなかね、最初は出てこないんですけどね。そんなに設備自体は変わってないんでね、本人の匂いはついてると思うんですけど。ハリネズミみたいですよね、この毛のツンツン感が。お家置いてあげようかな。だとするとここかな。ちょっと狭いけど。おお、走ってる。レイアウトは後々考えときます。今日はね、こんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。